こんにちは、テイルズオブデスティニーおまけパート3というわけで、今回はですね、あるバグ技を使ってある人物を仲間にしようと思います。はい、とある人物とは、リリス・エルドンっていうんですけども、スタンの妹ですね。お兄ちゃん起きてって言ってきた、はい、あの女の子なんですけれども、初期ロットの PS 版初期ロット限定でとあるこう過程を踏むと仲間にできるみたいなんですよ。はい、それをやってみようと思います。私のディスクが初期ロットであることを祈ってはい、で、まずパーティーメンバーを5人にして、1個空きを作ってあります。これ6人全部埋まっちゃうと仲間に入れなくなっちゃうから1個空きは絶対必要みたいです。はい、というわけで前のクリアしたもののものとは別のデータで今回、進めてるデータになります。で、なんでチェルシー入れてるかっていうと可愛いから入れてますはい、で、今いる場所がダイクロフトですね。ラストダンジョンのダイクロフトにいて結構奥の方までやってきました。一応3つ目のセーブポイントここまで進んで、ここからちょっといろいろやっていかなきゃいけないんですけども、ここまで進んだらダイクロフトを出て、行かなきゃいけないみたいですで、ここさ、あのウィングドブーツが確か使えないんですよ。あのダンジョンから脱出できるやつ、そうだからちょっと自力で戻んなきゃいけなくてめんどくさいんですけどもはい、ここからとりあえず戻っていきますね。すごいドキドキします。本当になんか仲間になったらめっちゃテンション上がるんですけど、はい、ちょっとやってみますね。というわけで一回ここから出ます。はい、ダイクロフト入り口まで戻ってきました。ここからですね、モリューリョ、そこから帰れるんで、で操縦する。ここからモリューリョに行くんですけど、なんかいろいろ調べてたんですよ。で、なんか情報がねみんな違くてここモリューですよね。ここのなんか渡し船に乗って民家がなんか北と南に確か民家があるんかな。なんかそこの民家に行くっていうパターンと民家の人と話すってパターンとこの町の人全員に話しかけるってパターンとなんかみんななんか言ってることが違くて どうしようかなって思ってるんですけど、で全員に話しかけておけば間違いはないんかな。なかなかでも絶対船は乗らなきゃいけないっぽい感じがします。なんかちょっとしばらくあれなんですけど、ここもいいかな。なんじゃタウン、ジョニーはちょっと話しかけちゃ絶対まずい。ああ、すごい、しない。ナジャディ、ごめんよ。ジョニーは話しかけたまずいから。しかも街の構造がちょっとよくわからないというね。未だによく、これ民家か、これ。あ、これも話しとくか。ちょっとよくわからない。先にこれやるか。500があると思ってます。あ、そう南と北の民家は絶対行かなきゃ多分行けなさそうな感じです。本当にこんなんで仲間になるのかって感じがするんですけどね疑うね。この辺はあれだよね、なんかヒントくれたり、あ、そう、秘密の言葉ね。
かくれたり、こんだけか。じゃあ北に行こう。確か北の民家も変な人だった気がするよ。で、無流量でなんかこの家庭を踏むとリリスで、統計量だとジョニーとか、なんかね、いろんなパターンがあるんですよ。ただジョニーとコングマン、あとコングマンだったかな、は普通にあの行けば仲間にできるから。変な家秘密の言葉、秘密だよ。でいいのか。であとじゃあ適当に町の人にも話しかけますか。船乗り場に戻る。ドキドキするわ。なかなかに面倒くさかったからな、もう一個データでやんの。着いた。じゃあちょっと街の人に話しかけていきますか。でも話しかけたらいい？港はいいよね。みんな死んじゃったんか。ちょっと話を聞いてる中を、中身はちょっと聞いてられないんだけど。ごめんね、町の人たち。で、いろいろ調べてて、音声バグあったじゃないですか。スタンがさ、技使ってさ、こが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 って止まっちゃうやつ。フリーズしちゃうやつ。あれもね、ああいうことやっぱね、起きるっぽいです。非炎連脚でも起きたし、この前これやってた時に、獅子閃光でも、なんかずっと獅子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 っつって、止まるわ。多分なんか起きるらしくて、なんか一応、それを防止するには、もう設定で、ボイスをオフにすれば、そのフリーズは起こらなくなるっぽいです。やっぱ起きるみたい。うん。起きるみたいじゃねえよって感じだけど。そうなのよ。だから、こんだけね、バグ起きるから、初期ロットだといいなと思うんですけどね。こういうバグってあれだね、ベスト版だと修正されてるんかな、やっぱり。されててほしいけど。ちょ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 。こうワンコとかも話しかけた方がいいのか。あ、なんかいろんなストーリーがあんだな、ここ。鈍くてとろいこの子が助けてくれたみたいな感じだったね、今ね。全然聞かなかったけど、そういえば。ああ、そっかそっか。愛しきフェイトのいる森竜城だわ。動物はいいよな、さすがに。町の人だけでいいよな。動物は無理だぞ。これ3人だったな。これで話したかな。町の人。多分。もう入ったもんな。うん。これで話したでしょう。と思うよ。うん。じゃあ、話したっぽいから、もう一回ここを出て、あれ、どうやって出んだ？そしたらですね、また、あ、サニーちゃんです。ちゃんとゲットしましたよ、これまた。で、またダイクロフトに行きます。お願いします。はい、というわけで、またダイクロフトに来ました。じゃあ、これの動画始めた、3つ目のセーブポイントのところまで進めます。はい、またたどり着きました。ふぅ。なかなかですね。で、またここまで来たら、今度は、スタンが飛ばされます。さあ。
というわけで飛ばされました。あれ、ここはどこだなあ、ルーティーみんながいない、みんな探さないと。というわけで、ここのなんだろう、水槽エリアっていうんですけども、ここをクリアするとなんと仲間に入ってるらしいので、とりあえずまたここのめんどくさいあの仕掛けを解きますねどうだったけど、まあ、メモ残ってるからちょっとそれでやってきます。はい、というわけで仕掛けを解いてきました。多分全部やったでしょう。はい、緊張の一瞬、あ、戻れた、スタン、ただいまふふふ、全員揃ったかな、本当に。というわけでドーン、いた、いた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 めっちゃ嬉しいんだけど、レベル6だけどね。リリス、お、ハテナだ、ほい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 、やったー、本物だこれ。これ多分あの、なんだよ、なんていうの、画像、イラスト表記させる方法もあるので、やっばい、超嬉しい、これ実在するんだ何もちょっと覚えてないんですけど、文字ももちろんないし、ちょっとこれは嬉しいな。やったじゃあせっかくなのでリリス鍛えていこうかな。うん、どうしようかな。フィリアちょっと抜いて、あ、対立が戻ってるんだ。フィリアは抜いて入れ替え、やばい、え、超いいじゃん、まさかだわ。装備装備、あ、そうだ、杖系が装備できるんですよね。あ、そう、フライパンもいけるんだ、おっと。で、最強装備はこのフレアロットって書いてあった525、じゃフライパンのがいいかなんとなくデッキブラシもいけるけど、ちょっとじゃあ戦っ、レベル上げた後金のフライパンにするから、とりあえずフレアロットにで過ごそうかな。最適にしよう。めっちゃ最強のあれになっちゃった。ここで拾ったやつだ、スタークローとプリティミトンは。はい、というわけでちょっとここからですね、リリアじゃない、リリアじゃない誰リリス、ちょっと鍛えてみようと思います。はい、はい、レベルを上げました、レベル50になりました。で、特技も、あ、待って、その前にフードをね、ワンパンに入れて太陽を食べまくって、ラックを上げたので、グラフィックが変わってるんですけども、この状態なら多分リリス見えるんじゃないかと。あー、見えます見えます、お玉持ってるよで、本当はディスニーのベスト版だとこの銀のお玉っていう武器を手に入れられることができて、なんかそれはあれらしいです、ベスト版でしか手に入れられないので。でもベスト版だとリリスを仲間にできないんですよ。なんか手に入れたベスト版のデータを多分初期ロットのこっちの最初の方のディスクを使ってリリスを仲間に入れると銀のお玉を装備できるっていう感じですよね。で、なんか最強装備、なんか強いらしいんで、うん、それが装備できるらしいです。まあただちょっと2枚私はいらないのでそこまではやらないんですけど、はい、まあ、とりあえずリリスこんな姿でした。はい、他はまあ前も見たっけ、あ、チェルシー見てないかもしんない、かわいいね。はい、って感じです。で、あ、なんだっけ、あ、そうそう、
レベル上げて特技を覚えました。多分これで全部だと思います。調べた限りだと雷神拳で、そのリリスオリジナルの武器じゃなくて技はその説明が出ないんですよ。点点点なんですけど、あと同じ技、飛炎連脚と獅子閃光は同じスタンと同じ技なので説明が出ます。リリースラッシュも出ないし、これ何、雷神10連撃半端ないな。まだちょっと使ってるとこ見てないんですけど楽しみです。あとサンダーソードっていうやつを覚えました。はい、これちょっと使っていきたいんですけど、ちょっとその前になんで開発室にいるかというと、なんかね、宝箱があった。やっぱりこれなんかあるっていうのをちょっと見たので、バルキリーですね。戦乙女を模した紋章道具、これは多分召喚だと思うんですけど、装備じゃないよな、装備じゃないよね。あ、違う、これもちょっと使いたいなっていうわけで、ただね、デスティニー隠しボスとかも何にもないから倒せる敵があんまりいないんですよ。ドルアーガの塔をちょっとちみちみ登るのもなぁと思うので、ちょっとあそこに行こうかなと思います。はい、というわけで大クロフトの奥にやってきました。倒すべき敵っていうと、もうこの人しか浮かびませんでした。ちなみにあのリオンはちょっと今さらっと倒してしまったんですけども、さあ行きましょう。リリスの技をちょっとやりたいんですよね。すぐに回復したいんだけど、マリアン思いっきり食らったんで。特技リリス雷神拳、ナースが邪魔をする。見えた今、分かってもらう、当たんないな。もう一回やって。ああいう感じだ。あとは飛炎連脚とか同じだから、同じだね。リリースラッシュ飛んでるからな。あ、サンダーソード使っちゃう、これやばいんですよこれ。ほらほらほら、半端ないな。ちょっと私がやってる間にリリースラッシュやったら、アイスボール。あんま見えないけど。雷神十連撃。あ、上に行っちゃった、また。上に上がるなし、もう。来ない。下下がっててよ。下げ、あ、私も当たんないこれ。ブラックホールとかやってくるんか。あ、やばいやばいやばい、あ、いてててて、やるじゃねえか。どこにいる？ちょっと上すぎて上すぎて、いけ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 。これもやってほしい。うわー、上だまた、あいつこんな上上がるやつだったんか。電話つなぐしてやってやって、これこれ、そんなに威力はないけど、ガンガンやってる感じだそうだ。一人お金探してるし、やばいなこれ。いや笑っちゃうわ。いや楽しい楽しい、ありがとう、楽しませてくれて。
バルキリー使おう次よし、力が溢れてきて。でねでね、私クリアしてからいろいろ調べてたんですよ。で、なんていうの、時代背景とか天智戦争とかいろいろ見てたんですけど、ね、この今のネオミッコランのなんか、なんていうの、あだ名っていうのかな、なんかあいつ今の携帯のあの写真じゃなくて、あの形の時に手羽先とか呼ばれててもうね、面白くて本当に。というわけで、ちょうど金のフライパンを装備してるし、料理しましょうってことで、これなんか戦っちゃうかな。防御を行う、でも命を大事にいいか。と、エットローもちょっと今回おとなしくしててもらおう。自分を守るでいいか。いいか。で、2人で倒しましょう今回で、バルキリーを使いたい。ゴルフ、バルキリー、さあ、行くぞ。兄弟で倒しましょう。手羽先を料理するぞ。え、なになになに、何の効果があったんだろう。まずよ、効かねえな。二人でいけるかな。あれやってもらいたいこれハンパねえそんな強くないけど。焼ける焼ける、手羽先焼ける。威力の高いさ、あだだだだあんな技あるんか。ヒールは使ってくれるよね、ありがとう。どこ行った、何あれ何あれ、アインディグニションか。強いな、あとウッドロ死んじゃったよまさかなんだけど、結構ヤバめ。二人だからな、どんどんやってもらうか。ごめんねトロさん、ごめんね。ダメージ与えられてないんだよな、多分。何が強いんだろうか。消えた。頑張れ頑張れ、いない。これが結局効くのかな。ごめんね、ルーティン。あれがあるんだ、あんな技が。いや、まあ、見れてよかったけど。これはちょうど。なんか出してくるし。もう一回お願い。もうちょっと鍛えれば強いかもな。あんまり効いてない感あるもんな。頑張れ兄弟、頑張れ兄弟。
アイテム誰か使ってもらってゆっくり咲きます。使ってないやつあるかな。エリクシル使おうありがとうさん、頑張れ。なんか来るぞ、なんか来る。リリスどこにいる。バグっちゃった溜まってたな、なんか。いつかまた消えたよ。楽しいけど、ちょっと待ってくれ。トロー使っちゃおう。よし、なかなかに弱かったけど無理やりだが、無理やりだけど、リリスと2人で倒しましたっていうところでおまけこれで終わりにしようと思います。なんでもっと鍛えれば多分もっとね、こう爽快感あふれる倒し方になったんだろうけど、すいません、なんかこんな感じになっちゃいましたはい、というわけで、おまけもこれで全部おしまいになりますので、テイルズオブデスティニー実況これでおしまいです。はい、おまけまで見てくださいまして本当にありがとうございました。もう最後の最後まで楽しくやらせていただきました。はい、本当にご視聴ありがとうございました。ではまた次のテイルでお会いしましょう。以上、レオでした。